ハッシーです。山下清になります。僕はおにぎりがあればいいんだな。アセンションは山下清の世界観です。超マイペース。争わない、比べない、ね、競わない。好きなことだけして生きていく。ね、医者の最新情報に行きます、これすごいよ、なんか、MARS、ね、うん、補助軍用無線局だって。すごいよ、補助、軍用無線局だって。初めて聞いたこんなの、うん、補助軍用無線局は、アメリカ国防総省が、講演するプログラムであり、アメリカ陸軍とアメリカ空軍によって個別に管理及び運営されるプログラムとして設立されました。アメリカ海軍海兵隊プログラムは2015年に終了しました。うん、ね、これウキペディア、ね、緊急放送なんてないという人の中には時々もっともらしい理由をつけていて、それを見るともしかしてそう思うかもしれないとブレてしまう場合、次のことを思い出してほしい。2022年11月15日の重大発表の時、暗号を使ってトラさんが緊急放送があることを言いました。もうトラさんが MSM で行ってしまったのですよと、うん、もうすぐ火星の表面に我々の美しい旗を立てるというのがそうですと。もうすぐ火星の表面に我々の美しい旗を立てる。火星イコール MARS、 つまり軍の通信システムを使った放送を実施するということなんですと、うん、太陽の異常もそうですが、感覚的にずっと待っていた時は着々近づいている感じですと、ね、そもそも山火事だけでニューヨークがこんな火星のようになるなんて考えにくい。ごもっとも、たかだかね、カナダの火災がだよ、うん、山火事がニューヨークをこんだけ真っ赤っかにするなんてありえない。どれだけの距離があるっていうの、うん、ね、もしかしたら太陽の異常を隠すためとかじゃないかと思うだって、うん、そうだよね、普通は不自然だよ、うん、次のニュース、入管法改正案が成立、ゲサラに前進だぞと。ついに入管法改正案が成立しました。朝日新聞デジタルね、6月8日、難民申請中でも、送還可能にだよ。入管法改正案成立へ参議院法務委員で可決だよ。これホワイトチームのね、一環ね。とにかく日本国籍以外の人は一旦全部退去だよ、日本から、うん、入管難民法改正案が8日参議院法務委員会で可決された。難民申請中は拘束が一律に停止される規定を見直し、3回目以降の申請者は送還できるようにすることが柱で、9日の参議院本会議で成立見通しとなった、政府は難民と認められず日本から撤去すべきだと確定した後も送還を拒む外国人が増え、申請を重ねることで退去を逃れようとするケースもある。これを問題視。3回目以降の申請者は相当の理由が示されなければ送還できるようにした。立憲民主党などは保護されるべき人を送還し命が失われることになりかねないとして反対していたと。改正案は、送還を妨げる行為などを対象に罰則付きの退去命令制度を創設し、
自発的に帰国すれば再入国できない期間を5年から1年に短縮し、速やかな帰国を促すと。送還まで原則収容としてきた規定を改め、支援者ら、管理人の監督下で生活できる管理措置を設け、収容せずに退去手続きを進めると。紛争から逃れた人らを難民に準じて保護する補完的保護対象者制度も盛り込まれた。盛り込まれただね。つまりこれで不法に日本の甘い汁をチューチュー吸っていた人を帰国させることができるようになった。さらにこれにはもう一個動きがあって、韓国では、在外同胞庁が発足したぞだよ。このタイミングで。すげえ。これ韓国のね、どっかのニュース読めない、こんな難しい漢字。6月5日、在外同胞庁が発足。初代町長、敷居低くしコミュニケーション強化。よくわかんねえな、これ。韓国の約730万人の在外同胞に関する政策を総合的に担う在外同胞庁のイ・ギチョル初代町長。まあ、いつか敷居を低くして多くの人々方々の意見を聞くと述べ、在外同胞とのコミュニケーションを強化する考えを示した。何のことだろうね、ちんぷんかんぷんだこれ。読んでて分かんないよ。外交部下さした機関として同日発足した在外同胞庁の運営計画を記者団に説明したリー氏は、同胞のために具体的で実質的な役割を果たすとして、次世代の同胞の、アイデンティティ強化事業にも取り組んでいくと強調したと。リー氏は、在外同胞3世、4世になると自分を韓国人と思えない場合が多いと聞いている。そうだね。うん。昨日もその、うちの、お話し会に韓国人の籍を持つ3世だったかな。だけど日本で生まれてて日本人なんで、どう考えて。だけど国籍は韓国人って言ってた。ハングル教育も行わなければならないが、祖国である韓国がどれほど誇らしい国かを知らしめることができれば、在外同胞庁設立の目的を達成できるだろうと力を込めた。同庁はソウル近郊のインチョン、国際都市に本庁を置き、ソウル中心部の近くに、在外同胞からさまざまな要望に対応する在外同胞サービス支援センターを開設した。だってこれは韓国人の DNA が入っている場合は韓国人として見なすということ。これは2つ合わせて確実にゲサラへの動きでしょう。さっきの日本の入管法とこのニュースを合わせてだよ。すべてはいい方向に動いているので、特に混乱を極めるこの時期だからこそ、自分で安心できるように周波数を上げていきましょう。周波数を上げるってことは、ある意味波動を上げる。波動を上げるってのはどうやれば上がるか。感謝をする、ね、ありがとうを言う、ね、愛する、こういったことをするから波動が上がるんだよ。これは逆、もうちょっと突っ込んでいく方をすると、全身御霊磨きをしなさいっていうことだからね。本当なんだよ、全部セットだよ、このアセンションは。ということで、2つ目のこの、石屋の最新情報も、これももう、橋本チャンネルの4でそのままやります。ありがとうございました。